よいしょ、ちょっと待っててね。よいしょ。今日はミニチカッパ祭りという大阪でフェスをやっていました。こっちかやっぱ。楽しかったです。めちゃくちゃありがとうございました。メール送ったんですけど見てくれましたか？ちょっと待っててね。メール送ったよ。暑かった。ありがとう、来てくれて。そう、すっごい暑かったんですけど、それはさ、ファンの人たちもさ、ファンの方たちもさ、同じだけ暑いってことじゃん。本当にありがとうございました。最高に可愛かったよ。かな、ありがとう、フォスターさん。いっぱい見えました。そう、暑かった、暑かったけど楽しかったです。見て、お寿司、卵といなり寿司と卵しかないです。なぜなら苦手だからです、お寿司は。暑い時はかき氷しか買たん。そう、かき氷ね、食べさせてもらったんです。めちゃめちゃ美味しくて。生のお魚ね、苦手なんです。食べられるかといえば食べられます。食べられるかと言われると全然食べられるんですけど、あの好んで食べるわけじゃないんだよ。やっぱり すごくない。これまっすぐにする。本当にね、毎回ね、髪取ったらこんな感じになってんの。ほら、これ全く結んでなくて、これなんです。ツインテールになってるでしょ、もはや。
これ固められてるの、ここ。こんばんは。かわいい、ありがとう、きよしさん。そう、肉の方がだいぶ好きです。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ここをまっすぐにしたい。これぐらいなら良きですか？良きとしようかな。すごいよね、これ。本当に強力、強力すぎる。これぐらいならいいんじゃないの？ええんやないか？これもね、ここで固まってるし。大人だって、ありがとう。やっぱポニーテル似合わないかも。ワイディングルさん、かわいい、ありがとう。ユナイナ、そう、ユナイナも大学の話とかたくさん聞きました。かわいい、ありがとう。本坊さんも、アイス、ありがとう。ホスターさん、ありがとう、ありがとう。悲しかったことも全部忘れて幸せでした、ありがとう。嬉しい、私もでしたよ。そう、めちゃくちゃ髪伸びました。お寿司だよ、これ。これお持ち帰りしたの、お寿司を。お持ち帰りしたんです、謎チョイスで。うんふん、アリちゃんの豆でサラちゃん登場してたよ。聞いたことないかも。聞いてないよ。こんにちは。お持ち帰り、そう、お持ち帰りしたの、これ。大阪の土産買った？買ってない。あのね、5分くらいしだけしかなかったんですよ。あの5分くらいしか、何、5分くらいしかお土産物を見る時間がなくて、もう新幹線がギリギリで、新幹線がとてもギリギリで、たこ焼きも食べてない、かき氷しか食べてないよ。かき氷もマネージャーさんが頑張って買ってきてくれたんです。そう、何も買えなかった。せっかくいたの。いや、でも楽しかったよ。もうお土産とかなんかいつもあんまり買わなくて、慣れてるので、慣れてるっていうか、本当にあんまり買う
買う習慣がないので全然せっかく行ったのにと思わないよ。全然お土産とか大阪とか行ったのに一個も買わずに帰ることとか、何も1円も使わずに帰ることとかもう全然ある。そう、マネージャーさんに感謝です。新幹線の中では何する？へえ、なんだろう。日記？日記をいっぱい書きました。私毎日日記を書いてるんですよ。日記を書いてて、でも毎日書いてるけど、なんか溜め込んじゃってて、夢日記、ガチのね本当の日記ですよ。溜め込んじゃってて、それでそれを書いてました。いつかもう出版したいぐらい。今日何食べた？かき氷とお寿司。それでなんか日記と一緒にブログみたいにコラージュし、その日のお気に入りだった写真をコラージュして貼ってるんですよ、ブログみたいな感じで。だから2年ぐらいやってるんだけど、めっちゃ楽しい。それで池におすすめして池も始めたのこの前。でももうやめたって言ってた。池は一瞬でやめてました。携帯に日記書いてるの。そうです。携帯のなんか日記アプリを入れて日記書いてます。これめっちゃ美味しい。やばい。2021年の11月くらいから書いてる。多分。好きな本は、好きな本は何だろう。なんかリボルバーみたいなやつ大好き。なんかいなり寿司さちっちゃくなん？小説はあの課題とかで課せられない限りあんまり読まないです。けどなんか賢くなりたいので読みたいなって思うよ。こんばんは。あとはなんか重松清さんが好きで、トンビって知ってますか？あ、重松清さん、わかんないけど、トンビっていう本めっちゃ好きでした。トンビっていう本と小学5年生っていう本、この2冊がすごいお気に入りです。チカッパ楽しかったよ。ありがとう筋肉さん、めっちゃ見えました。ありがとう。ありがとうね。
いっぱいね、うちわ持ってきてくださってる方いて、ソロのファンの方の顔いっぱい見えました。どんな内容なの？大きな展開はないような話かな、内容かな。普通になんか子供とお父さんの話みたいな。もしかしてそのいなり寿司、豆たぬき何？96日ありがとう。朝も配信したから2回目だ。配信するなら朝テロップ渡さなくてもよかったね。そう、めっちゃギリギリに集合場所に着いたんです。集合時間ぴったりぐらいに着いて焦りました。今日めちゃくちゃ楽しい一日で、メンバー的にもめっちゃ楽しかった。なんかね、わちゃわちゃしてる楽屋の感じとかがすごい好きです。なんかね、やっぱりリコチがいると盛り上がるし、みんなめっちゃいい感じ。リコチはね、やっぱりめちゃめちゃ明るくて、なんかね、リコチサラのモバメを撮ってくれてたらしい、前に。で今日で一旦撮ってなかったんだけど、今日また撮り始めてくれたらしくて嬉しいって思った。なんかね、リコチめっちゃさらに優しいんだよめっちゃね、なんか可愛がってくれるの、リコチ。そうなんですなんかね、可愛いとかね、本当に私そんな言われないんですよ。誰にも言われないんですけど、リコチだけは言ってくれるんです。めっちゃ嬉しい。私もリコチ大好きなのでそう、可愛がってくれるんです。そうなんです。神戸公演はリコちゃんサラちゃんの頑張り、それお礼言わないといけないよね。ファンの方に、ファンの方からそういう聞いたの、前配信のコメントで聞いたんだけど、ちなみにサラちゃんリコちゃん前撮ったよな。あのね、撮る予約した、予約来週から撮れることになりました。モバメとか撮るの初めてなんで、人生初めてなんで美味しい。おいしい。なんか1個目の卵がなんかシュワシュワ言ってたからちょっと嫌だったんです。なんか1個目の卵がなんかシュワシュワしてたんですよ。なんか噛んだらシュワ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 って言ってたからちょっと嫌だったんですよ。シュワ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 って卵が言ってた。でもこの2個目の卵はシュワシュワ言ってない。おいしい。なんか噛んだ時になんかシュワシュワ言うんですよ。言わなくなった。だってふわふわ感出したのに炭酸。そうなんだ、なんかシュワシュワ言ってんだよね。こっちは言ってない。
なんかそれがちょっと虫みたいでちょっと嫌だったんです。大半のちょっと、うん、その前から。醤油つけない？え、醤油つけないよ。つけるの？え、それお寿司醤油つけない。なんかさ、最近さ、テレビでさ、なんか60秒以内にできるかっていうチャレンジをやってて、それでなんかいろんなチャレンジがあるんですけど、あるんだけど、なんかある少年が10メートルのプールから飛び込むっていう、プール台からプールに飛び込むっていうチャレンジがあって、簡単じゃんこれって思った。え、サラなら一瞬で飛び込めるって思った。みんなはさ、飛び込めますか？え、簡単じゃないのって思った。マエタラさん、ハートありがとう。そう、なんかプールに飛び込むみたいな。エサルならさ、全然飛び込めるんだけど。今日何食べた？お寿司とかき氷食べ。実際に上がるとか、え、そうなのかな。バンジーも余裕、バンジーも怖いけどいけるけど、10メートルぐらいならなんかあれでもいけそうだなって思う。え、簡単じゃんって思う。プール飛び込めるよって思った。あ、あとなんか最近見た面白いテレビの話したい。なんかね、お笑い芸人さんとかにドッキリをしていく番組なんだけど、あの、人のパソコンが置いてあったら勝手に写真を見るかみたいな検証で、ドッキリで写真のフォルダを開いて、普通の写真もあるけど、もう一個の方はなんかちょっとセクシーな写真がいっぱい入ってるんですよ。それでそこまで見るかっていう検証動画で、一人見て一人は見なかった。なんか妻子持ちの方はなんか悩んで見なくて、で他のドッキリはなんかあるカフェでおじいさんが倒れるんだけど、それを看護師さんが看病するの。看病っていうか、大丈夫ですかってやって、看護師さんのおかげで起き上がんの、あの、治るの、その倒れた人がね。でも後日その人が助けたみたいに間違って伝わって、記者の人たちがやってくるの。何々さんみたいな、何々さん、あなたあれですよねって、あなた、何々さん、あなたおじいさんを助けたんですよね、救世主ですよねみたいな感じで言われて、そこで否定をするかみたいな。でそこで否定しなくても、もう一回じゃあこれが記事に出ます、確認してみてくださいって言って、実際に記事に出るものも確認が入るので、2回その白状する瞬間があるんだけど、するかしないかっていう検証。メンバーのは見ちゃう。メンバーのは見ないです。人のスマホとか見ないです。推しの携帯が目の前にあったら見るか。え、それは見るでしょ。推しは見る、推しは見るね。それはさすがに見ちゃうね。見るのって
助かった人が、あ、でもそのドッキリなの、そのおじいさんが倒れるのも演技、演技なの。あ、最近ね映画見たんだよ、映画見た、映画はプッシュっていう洋画を見ました。プッシュはなんかその国で能力を持った人たちがわずかにいて、超能力を持った人は政府に捕まるっていう映画でした。プッシュとか怖いやつ、あんま怖くないか、ニーリー気をつけて、見ないですよ実際には。え、面白かったよ。サラちゃん突然スマホ見られてもダメなことはね、ダメなことしかないですダメなことしかないですよ。スマホなんてダメなことしかないです。ポップコーン食べますか。うん、好きだけど長らく食べてないな。ダメなことって、え、日記とかも見せれない、ダメです。写真ホルダーも見せれないしダメなんです。例えばどんなダメなこと、全部ダメ、ダメなことしかないダメなことしかない。写真ホルダー見せれない、見せれない。何写真撮ってるの？写真はね、なんかスクショ、スクショとかスクショが怖いんです。なんかネットのスクショとか、写真、自分が写ってるその写真っていう意味ではダメなものはないけど、ネットのスクショが嫌な。墓場で持ってくる、え、だからなんかそれ前も話したんですけど、ジェットコースター乗る前に、ジェットコースターとか飛行機とかに乗る前に、あのスマホのキーボードの予測を消します。会話がちょっとバレるじゃないですか、 LINE とかの検索履歴はやばくないよ、そっちは大丈夫だけど、その LINE の会話とかで過去に話したことあるものはつながる、予測変換出てくるじゃないですか。例えば今日何食べただったら、今日何まで打ったら食べたまで打ってくるじゃん、一回打ったことあるし。そういうのがあれで、予測変換を、え、飛行機だって落ちそうじゃん飛行機とかジェットコースターとか乗るときには消しますだからなんか人生でずっとちっちゃい頃から見られたくなくて、小学生の時とか、ちょっとサラスマホ貸してみたいな、設定するから貸してってお父さんとかに言われた時も、え、やだって、自分でやるから操作手順教えてって言ってた。え、なんでダメなのって言われても、え、それは見られたくないことがいっぱいあるからって言って、じゃあ私がサラがここで見とくからみたいな、ここで見とくからやってくれないみたいな、手が当たったりしてはいけないからねみたいな言ってました。いや、だからなんかスマホの会社の人に直してもらうとかあるじゃん。私一回パスワードをね忘れちゃって、あの携帯会社まで行ったんです。でその時もなんか開いた瞬間、変なトーク画面とかだったらどうしようって思って、
バックバックで開いてもらいました。でも開いても全然初期化されてるとか、その電源切った後と同じ状態になってるから大丈夫なんですけど、アマゾンの観覧で一覧履歴やばくないですね。怪しいサイト見てないです。その LINE のトークが怖い。そうだからバックバックでしたその時に。そうでもね、待ち受け画面とかはなんかいつも人なんです私。いつも人にしてる。でもなんかめっちゃ分かりにくいやつにしてるんですよ。例えばなんか昔石原さとみさんを携帯このホーム画面にしてたんですけど、その石原さとみさんもめっちゃ石原さとみさんって分かるやつじゃなくて、なんかおでこ上げてて時代劇みたいに出たやつの時のなんか変な珍しい、めっちゃ珍しい髪型してる時のやつとか、その人のあの顔が映ってないここから下とか、なんか人に分からないようにしたいの。あと鈴木愛理さんのとかの時もなんか半分顔半分こっちからこっちだけをこういう風に待ち受けにしてたりとか、誰か分かりたくなくて、そう。めっちゃその方のガチファンっていう方は絶対わかるんだけど、普通の人がいて多分わからないであろう画像。大阪から先ほど来たありがとう、いたちゃん。ありがとうございます。でもなんか有名な画像だったらなんか背景とかでわかる。サラもなんかこの前もなんかツイッターで回ってきたんだよね、この背景で誰かわかりますかみたいな。めっちゃわかった、これ有名な画像じゃんネットでって。ずっとネットしてたからわかる、チラッと見えるのが。なんか匂わせレベルがいいんだよね、なんか匂わせレベルがいい。なんかコスプレしてるやつとかにするもん、もう待ち受け画面その好きな人がコスプレしてるやつとかにして人に絶対わかんないようにする。ちなみに今はシシドカフカさんにしてるよ。でもコロコロ変えるからすぐ変わる。サラちゃんもコスプレしてほしいなって。恥ずかしいよ。何のコスプレがいいかな。ピカチュウのコスプレかな。小浜正幸さん、だるまありがとう。自分の画像フォルダアイドルとグラドルだらけです。でも良くないですか。それはそういうのはねいいんだよね全然。コアファンしか送らないです。じゃあ今度送るね、なんか匂わせみたいな。バニーガールが一応できないでしょ。画像待ち受けされて、嬉しい。顔半分だけとか、全然何でも嬉しい。もうここから下でも嬉しいよ。はやちゃんの家の地下の画像ならから。私の家地下ないです。地下ないよ。何の画像だろう。カルパンクラインしか書いた。誰？誰ですか。
かさ、ね、めっちゃさ、ちょっと話が変わるんだけどさ、めっちゃ有名な女優とかにさ熱愛が出ることあるじゃないですか。その全然全く恋愛禁止とかでもないしみたいな、全然いいんだけど、そのルールとして何もダメじゃないしみたいな。でもその時に、でしかも同性だし、普通は多分何にも思わないんだけど、なんかサラはなんか同性の人の熱愛報道で、熱愛報道で女優とかでもなんか悲しい気持ちになるの、なんか取られた気持ちになるの例えば広瀬すずさんと誰だっけ、忘れちゃったけど、俳優さんとかでもなんか悲しい気持ちになるの、わかりますか。でもみんなのさ、なんか推しが熱愛報道出たらショックっていうのはさ、なんかわかるよ、それは、うん、それはわかるけど、異性だったらわかるけど、七瀬まで、そういうの、そういうの、西野七瀬さんの熱愛報道とか、そういうのもなんか悲しい気持ちになる、なんでかわかんないんです今日何食べた、お寿司とかき氷食べました。なんか悲しい、でも人によるんだよね、なんか普通にめっちゃ応援したいこのカップルって思う時もあるけど、取られたって思う時も、でも逆に異性の人には思わない、その羽生結弦さんとかに思わないし、なんか女性芸能人の方が思うんだよ。はるちゃんが熱愛する日を楽しみにしていますどういうこと星野源ちゃんとガッキーのやつはへこねた、そこはへこわない、全然へこわないですよ。私あのドラマは見てました、好きでした。最近ショックを受けたニュース、なんだろう、最近ショックを受けたニュース、なんかある、みんな、私は特にないかな。マジか、そういう人が好きだった。私はなんかモテない人が好き、なんかモテる人は嫌です。モテる人はなんか家を捨てそうだから嫌です、破綻しそうだからです。モテない人がいい、人生ずっとモテてきたよみたいな人は、だってこれからもモテるから、そしたらその人は新しい人を見つけたら、とっとと家を出ていて、それで一生私は働き続けて働き続けて大変です。だからモテない人がいいこれは結構リアルな話です。絶賛モテないので脈あり、もう大脈ありですねそれはみんなモテますか、めっちゃリアルなところ、モテてましたか人生で。私はモテてきてない人がいいかも。ちなみに言うとサラはモテてない。なんか遊んでてもいいんだけど、家を捨てられたら生きていけないからちょっと困るね。遊んでるのはまあ目をつぶってあげましょうって思えるかも。全然ちょっと帰りが遅いよって終わるかも、それは大丈夫です。でももう本当に俺マジで家出ていくからみたいな、もうこれからはなんかまあ養育費はまあ俺払うよみたいな、まあどうってみたいな感じだったらちょっと嫌かな。勘は鋭い方ですかって、鋭くない、サラちゃん寛容なのねって、サラめっちゃ何でも許せるかも。
旦那さんが刑務所入っても全然会いに行くよ。でもまあやったらいけないことはやったらいけないけど、めっちゃ、まあ、人を傷つけることかどうかにもよるとかはめっちゃあるけど、その人を傷つけることじゃなくてとか、そう、人を傷つけることかどうかにもよるよ。だし、なんだろう、でも大体何でも許せる。そう、詐欺はダメです、ダメですけど、でもなんか何でも許しちゃうんです、最後の最後に。まあでも仕方ない、その人もそういう性格に生まれたから仕方ないって思って。浮気される確率とかそうなのかな、わかんない、そういうのもわかんないから仕方ないなって思っちゃう。でも浮気されてもまあ仕方ない、可愛いあの子はって言って終わっちゃう。刑務所行くね、そうだね、あのあれだね、もう無意識に無自覚にやっちゃったとか言うあれじゃない、何でも許しちゃうのか、え、そう許しちゃう、旦那さんで譲れない状況ないないですね、全然ないです、何でもいいです、もう何でもいい。犬を山に捨てるとかせいですか、いや、オーアウト、オーアウトです、そんなのオーアウトです、あの倫理観があったらいいです、ちゃんとしたあの倫理観を持っていてほしいですね。あ、やばい。13位コバさん、ありがとう。12位もや太郎さん、11位おやじさん、10位量産型さん、9位ヤキマンさん、8位カルマンさん、7位ヨシーさん、6位シンさん、5位ホモさん、4位ミータさん、3位キヨシさん、2位マオルさん、1位ホスターさん、ありがとうございました。今日はありがとうございました。バイバーイ、ありがとうございました。バイバーイ。他の子を捨てるのはアウトですね。犬を山に捨てることと他の子を捨てることだけがアウトとなります。バイバーイ、ありがとうございました。バイバイです。バイバーイ、ありがとうございました。